あのムツゴが完全新作劇場版で帰ってくる。二十歳を過ぎても実家で暮らすクズでニートで童貞の息子たち。ある日訪れた高校の同窓会で再会した同級生たちは、社会人として生活するちゃんとした大人になっていた。ごまかしきれず冴えない自分たちの現状を晒されてしまったムツゴたちは、そっと家路につく。すっかりやさぐれて酒をあおり眠ってしまったおそ松たち。翌朝目覚めた彼らが目にした光景とは。映画のおそ松さん、2019年3月15日全国ロードショー。